まああのいろんな本当真面目にやってる高校の監督たくさんいるいます、ね、本当にもう自分の身然に切ってやってる監督もいればまあねえ <laughs> みたいに金持ってこいとかいうやつもいるし <laughs> ねえもうそういも,うもう別々な俺本当にマジで長男坊あの長男坊はもうそういうこと言ってくれるなって言うけどう長男坊一番最初に入れたの 相撲も嫌いななの本当に相撲嫌いなの嫌いいででも体は小学校6年の時 1m8 畳、うんうん、ちょっと教えて相撲好きになって本当にやる気出したらもしかしたら北尾ぐらいになるかなと北尾さんぐらいになるかなと思ったけどうん、うん、結局で、うん、俺に預けろと絶対強くするからとかでまあ根性がないから2か月で逃げてきたけど、うん、で 「もう根性がないから」って言って「根性がないからお前に預けてんだろこの野郎」言って「1から10まで面倒見てくれ」って言ったの俺お前に頼んだんじゃないのか?」言って言ってほんだら「もうほんお前ギャンブルばっかりしてる場合じゃねえんだお前はこの野郎」言って「分かってんのかこれ、言うてねそういうふうなことでもう入れ合ってきてほんでもうそれでもう入れないって言ってほんでその中学校でブラブラしてた子供を「 山田監督がもう回回も30回も来たあ<ー>うちに来ないう,うちに来ないで、もう全く興味ない興味ないって言って「こいつは教えたらもしかしたら化けるかもしんないから」って言って、うん、山田さん20回も30回も来て、うん、ほんで毎日茶菓子持ってきてさ「うん、どうだどうだ」って言ってほんでそれ熱意にほだされて埼玉栄の高校に入れてもらったわけ、はい、3年間。だからうちの遊郷は あの山田さんのことを尊敬してるわね、うん、うちの長男坊はね。それがあったから2番目3番目4番目も入れたわけ、うん